静記者は1872年に旧徳川幕臣たちによって静岡に設立された私立英学校である。静岡藩によって藩士のための静岡学問所が設立された時、つ改修がアメリカ人教師を招聘したいと考えた。そこで勝が W.E. グリフィス宣教師に相談した。1871年、グリフィス宣教師の推薦により、 グリフィスのラトガース大学の同窓である EW ・クラークが静岡学問所に赴任する。クラークは倫理、歴史、英語、物理、科学、数学を教え、日曜日には自宅でバイブルクラスを開いた。静岡学問所では、人見康氏が学問所大長を務め、中村正直氏なども教授をしていた。1872年4月、 カナダメソジスト教会の選挙員のデイビッドソン、マクドナルドがクラークの公認の親とい教師として派遣された。静岡学問書が廃止されると、瞳康氏により鈴木社と解消して再組織される。マクドナルドはクラークのように不妊直後から毎週日曜日に牧師館でバイブルクラスを開いた。契約書にはキリスト教の選挙を禁ずるとあったが、 岩倉ともみの計らいで不問にされた。マクドナルドは1872年9月27日に11名の映画生らに洗礼を授けた。これにより、静岡教会が形成された。また、マクドナルドを中心とした山中恵美、土屋彦六、山地愛さん、今井信夫、高木水太郎らの集まりを、静岡バンドという。 1867年11月9日1868年1869年7月25日1871年8月29日1871年1872年1873年1874年1878年守る武器宮火35ページ守る武器宮火94から95ページありがとうございます